中途半端な気持ちはできないし、まだまだ背中見していかなあかんなっていうのもあるし、でまだ僕にも夢があるんで、もう一個大きい舞台でやりたいなっていう夢もあるんで、今回僕より全然キャリアも上で戦績も上でやってる選手よりもメイン話もらえるっていうのは嬉しいことですね。前の試合もそうなんですけど、まあ、一番支えてくれてるのは、ね、周りの友達やったり仲間やったりで、いつでも僕の味方で、今回の試合もやるって言ったらやめときよって、ね、なんかみんな言わないんで、やるんやったらとことをやれって背中押してくれるし、仕事であっても自分の経営であっても本当みんな支えてくれてるんで、それをやっぱ無駄にはできないんで、その気持ちも背負ってね、今回またサクッと気持ちよく終わりたいですね。今地上波で内陣とかもやってるんで、ね、僕もやってきたので出てみたいなとはありますね。で、まあ僕が出たらあんまり面白くない試合よりは盛り上げれるやろうなっていう自信はありますね。たくさん応援も来てくれるやろうし、まあ、仮に神戸であるんやったら、盛り上げれるんちゃうかなっていう自信は、はい。